日本食最高。はい、ということで皆さんこんにちは、サバシュです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあということで皆さん、怒涛のようにお送りしているアメリカ編でございますけど、だんだん終盤に差し掛かってきましてですね、今日の動画はですね、今までのニューヨーク編では行ったことがないようなですね地域に行こうかなと思ってます。でその地域がですね、ブロンクスというですね、マンハッタンのね北の方に位置する地域なんですけど、まあ、ヤンキーススタジアムとかがねあるところなんですが、結構ね危ないっていう風に言われているような、ちょっとまあ治安の悪い方ではあるんですけれども、このブロンクスにですねかなり有名なキャップショップだったりスニーカーショップいっぱいあるので、まあ、ここを巡りつつ、その次はですね、まあ、前回も行ったあのジャマイカアベニューというですね、クイーンズの奥の方にある、ここもまたねキャップショップとかスニーカーショップとかいろいろ置いてあるですね、かなりニッチな場所なんですけれども、この2つをですね今日は攻めたいなというふうに思います。でこのブロンクスに関しては僕も一人でも行ったことがないので、まあ、あんま電車で行ったら危ないかなと、まあ、車でね何人かで行くにはいいところなんですけど、まあ、昼間なんて大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっと気をつけながらね行かなきゃいけない場所なので、今日はですねニューヨークを知り尽くしてですねラファエルの社長とですね行っていこうかなと思います。でブロンクスはですねヒップホップ誕生の地と呼ばれているですね地域でもございまして、そのヒップホップにまつわるですね面白い記念碑的なものもありますので、もうそこもね動画でお伝えできればなというふうに思いますので、今日に関してはスニーカーというより結構キャップ多めかなという気がしてますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。今回はねやっぱり行ったことない土地にチャレンジしたいなということで、まあ、このブロンクスもその一つなんですけれども、またジャマイカアベニューも本当に面白くて、でジャマイカアベニューこの間キャップショップだけ回ったんですけれども、今回ちょっとスニーカーショップも覗こうかなというふうに思ってますんで、今日も多分いろんなショップを見れる動画になったので、ね、楽しみにしててください。それでは今日はブロンクスクイーンズ編ですね、楽しみにしてください。それでは行ってみましょう。ということでブロンクスの方にやってきましたけれども、だいぶやっぱり雰囲気は変わってきましたね。まあ、ボルチモアまで行かないですけど、ちょろっとやっぱり治安はよろしくないっていう感じで、ちょっとこれからねそのヒップホップ誕生の地にサクッと行きたいなと思うんですけれども、その周りがどんくらいの治安なのかちょっと分かんないね。そう、こういうところね、ああいう集合住宅がいっぱいあるんですよね。プロジェクトって言われるやつですね。おお、来た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 。この並びにその初めて DJ パーティーが行われた建物があるようですね。そこまで治安が激悪ではないですね。こんな感じですね。多分その前かな、その前かあっちの前か。さあやってまいりました。あーここっすね、このどっかにあった、これっすこれっす、ヒップホップって書いてないですか。ほら来たー、ここここ、本当だ、来ました。なんかすごいなこれ、ここすごいっすさあ、ということでちょっと気をつけながらなんですけど、まあそこまで治安が激荒ではないですけど、見てくださいこれ、はい、ここセドウィックアビニューの人、見てください、このヒップホップビルディング、ここなんですよ。要はここの並びのねマンションの1階でその DJ をね初めて使ってヒップホップとしてパーティーが行われたっていう、もうヒップホップ誕生の地ですね。これはすごい、なかなか見たことない、かっこいいじゃん。ちょっとこれ写真撮ろう、これ写真撮ろう。もう普通の橋の近くのビルの1階って感じなんですけどね、こういう集合住宅の1階でパーティーが行われてたって感じですね。うわやば、ここちょっとここの説明が浅岡さん雑なので解説させていただきます。ヒップホップは1970年代にここブロンクスで誕生しました。そもそもヒップホップは当時大流行中だったディスコにお金がなくていけなかった若者たちが家からレコードプレイヤーを持ち寄り、公園などで音楽をかけラップやダンスを披露するようになったことで生まれた音楽。
そしてこのヒップホップという音楽で最も特徴的なスタイルがレコードを使う2枚の DJ。 ヒップホップが誕生した1970年代にカリスマ的 DJ として人気を博したクールハーク、アフリカバンバータ、グランドマスターフラッシュ、この中の一人クールハークが1973年8月11日にレコードを2枚使った DJ によるブロックパーティーを初めて開催したのがこの建物の1階で、それゆえにこの地がヒップホップ誕生の地と呼ばれているのです。ヒップホップ誕生の瞬間はこの日という明確なものはありませんが、このクールハーク主催によるブロックパーティーが回を重ねるごとに熱狂を生み出し、ヒップホップがアメリカを代表する音楽になっていったことは間違いないので、この地をヒップホップ誕生の地として記念地としているのです。ヒップホップが誕生した背景にはもっと根深い社会的問題や差別、ドラッグ、ギャングの構想など複雑な社会情勢が背景にあるので、もっと詳しく知りたい方は概要欄に参考記事を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、ということでさっきの場所からね、市街地の方に来たんですけど、やっぱ市街地の方が危ないっすね。ちょっときな臭いですね。ちょっと怖めな、カメラマジ気をつけなきゃいけないんだよな。カメラ撮ってる時点で部外者ですもんね。ちょっと気をつけていきたいと思います。さあ、ということでだいぶちょっと街並みが荒れてきましたけれども、こんな中にあるこちらですね、フォーユーキャップスという名前で有名なこのハウスオブフィッテッドキャップスって書いてありますけれども、これ多分ニューエラ好きの人ね、買ったことある人いっぱいいると思いますけれども、これブロンクスにある超有名店なんで行ってきたいと思います。さあ、ということでやってみました、フォーユーキャップスですね。ここは本邦初潜入なんですけど、超クールですね、ここのお店。こういうのとかね、カージナルスのこれとか超クールだな。ツバウラブルー、これやばいね。他にもね、アスレチックスのこれとか、あとツートン系もね、めっちゃクール。ここやばいね。こっちはね、オーセンとかミッチェルなんですけど、このブロンクスオリジナルもあるね。うわ、これやば、これやばいね、ブロンクス、すごいすごい。でこっちはね NFL かな、あと NBA らへんもあるんですけど、いや面白いね。あのネッツとか見たことない、ブルックリンネッツ。すごいな、フォーユーキャップス、これやばいな。ここの店、これブリンブリンのブロンクスもやばくない、これザ・ヒップホップっすよ、ブラックゴールド。これはオールスナップバックっすね。超クール。あ、 UNC のスナップバックもあんな。 UNC スナップバックちょっと買うか。このカージナルさ、やばいね、超イケてんじゃん、これ。これも買うか。そしてこのホワイトソックスも見たことないね。これかっこいいね。超クール。フォーユーキャップス今まで行った中で一番好みかも。やば。うわ、このジャイアンツもやばくない？ジャイアンツ感全然ないけど。かっこよ。芝浦はね、ブルーですね。うわー、かっけー。ここら辺は行っときますか。こんな感じで。ここはやっぱちょっと面白いのが多すぎるな。どうしよっかな。What's up, y'all? This is Cool Kurt representing Heavy Hitters and representing For You Caps. This is one of our illest hats right here. This is the Coca-Cola edition. As you know, this is a silver brim. And it's got the C for the Coca-Cola. You drink soda, this is what it is, all right? That's game one. Another hot one is Colorado Rockets, camo. Very ill, green brim. Only us carry this. This one here, another dope one. Sunkiss. You drink soda, Sunkiss, look how it is, the same way, same color. Blue brim, dope. And if you drink water, Polar Spring. LP. What you know about that? Polar Spring. Ooh, sky blue brim. Cool. We make a lot. We make a lot. Oh, yeah. How about this? The Apple computer one. The Apple. Apple computer. Apple, wow. Right? Wow. There's NY in the middle. Uh-huh. Gray brim, classic. Uh-huh. Purple patch. Wow. That's ill. Oh, one of our dope collabos. Oh. Seattle Mariners custom with the Timberlands colors. Wow. Navy blue with yellow. Wow. Very ill with a green brim. Wow, great. That's customized for you caps. Okay. .com, okay? This is dope too, the Detroit Tigers. This is one of our illest ones too. The red, gold brim, patch. Uh-huh. Gold, wow, brim, gold. Brim. Yeah. Wow. Gold. Everything's gold. Nice. Ready to go. Oh, another dope one we got. Arizona. Wow. Diamondbacks. Ooh. Great. Dark green brim. Pretty dope.
Oh no, right here, look, the chocolate. Whoa. St. Louis. Cut it off. Yes. Wow, too cool, with the, man. With the coffee brim. Wow. Incredible. For you, Caps. Wow. So can you give me a message for Japanese fans? Always Japanese. We show love to Japanese all day, man. You look, he come. Look what he's batching. All custom. Look what he's batching out here. Yes. Showing love all day. Mm-hmm. Bronx, you know how we do. For you, Caps. 98 is our Instagram. Mm-hmm. And foryoucaps.com is the website. All right? Okay. Always come through. One, Japan, what's up? さあということでですね、まただいぶ車を走らせて今度はクイーンズのジャマイカンの方に来ましたね。前回もね動画では来たんですけれども、ここもねちょっとやっぱり治安的にはすごく良くはないんでね、ちょっと気をつけながら行きたいと思いますけれども、ここは本当ねもうねニューエラ系のね聖地なんでね、ちょっと行きたいと思います。さあということで、まず1店舗はこちらスポーツワールドですね。行ってみましょう。店内こんな感じです。どっかこれ多分ね到着したフィットなんですけど、めちゃくちゃストックがありますね。これすごいな。前回カーディナルスのねちょっとピンクっぽいのとか買ったりしましたけど、わあのパドレスとかもいいですね。このパドレスも相当ナイス。このスポーツワールドもね割とポップな別注カラーが多いんですよね。わこれもいいね。アリゾナの桜だねこれ、すごい。このバイソンズも流行ってますよね最近ね。この大きいメッツのロゴのねすごい種類あるんですねこれ。5、6色。この圧巻の景色がやっぱ気持ちいいんだよな、ジャマイカな。あ、つば裏が青空のやつもありますね。ここら辺のマーリンズとかもかっこいいですね。へえいいな。この中も見てみたいけどね。いやいいな。でもやっぱフォーユーキャップスが俺結構ビリビリ来ちゃったんであれなんですけど、ここもねインスタグラムとかアカウントあるんでぜひ皆さんチェックしてみてください。このバイソンズとかいいね、うん。さあお次はこれ日本でも有名なエクスクルーシブフィッテッドですね。行ってみましょう。はい、ドンということでね、こんな感じでエクスクルーシブフィッテッドはねこのねスタジャンもすごいのよね。ここら辺のカラーとかも活かしてますよね。これミッチェルとかじゃなくて、これはね例のプロスタンダードっていうメーカーのやつなんですけど、この一面のスタジャンよ、すごくない？わーお、かっこいい。さあそして肝心のキャップ、ここら辺がねエクスクルーシブ別注っすね。ピンクのカブスとかもありますし、あこのレッドソックスとかもいいね、これとかね。でこういう白に赤つばにつば裏パープルとか、結構ここもねちょっと特徴的でアクが強めなフィッテッドが多いですね。オリオールズとかも面白そうですね。でここのカブスとかこのマリナーズもやばいですね。この3つもすごいね、ギンギラギンだわ。わーお、すごいすごい、面白いな。エクスクルーシブフィッテッドでもかっこいいよね。このクマちゃんシリーズとかもね、マーリンズ、サンディエゴ、カブス、この3つもいいなあ。わあ、このパドレスとカブスもいけてんなあ。つば裏紫で、つばの色はグリーン。やばいね、ぶっ飛んでんね。だいぶぶっ飛び侍ですね。わあ、このレッツもいいですね。チンシナティレッツ。これもいけてる。だいぶいけてる。で、ここはね、コーデュロイパックだったりするんですけど、うん、ここはやっぱりね、かなり豊富な品ぞれなんで、まあ見てて超面白いですよね、これね。あ、このカブスとかも超イケてる。で前来た時よりなんか、店舗が広がってますね。ドカーンと。見やすくなってる。儲かってまんな。いや、ここら辺のクラシックなね、ネイビーバーガンディもかっこいいっすね。いいなぁ、やっぱエクスクルーシブフィッテッド相変わらずかっこいいっすね、最高。さあお次はこちらのキャップキングですね。ここもね前いっぱいいいのあったんで行ってみましょう。さあということで、すごいです。ここもまたこっちがスナップバックで、こっちがフィッテッドですね。でエクスクルーシブカラーとかは割とこっちですね。グレーピンクのカージナルスとかは前回もあった気がするな。このチャコールピンクのカブスもかっこいいですね。イケてる。
もうあの上にねクイーンズっていうかなり書いてあるオリジナルのクイーンズニューエラもありますね。わあこのクリームゴールドみたいなのかっこいいね。カージナルス、わあ、あのアリゾナとかもやばいですね。これ旧ロゴのインディアンスもあるっすもんね。今はクリーブ&ガーディアンスってなってロゴもチーム名も変わってますけど、多分これ本来ね出しちゃダメだと思うんですけど、やっぱこういうちょっとね外したとこにはまだ残ってるんですね。いやーこのアトランタブレーブスもかっこいいねー。おーこのフィリーズもかっこいいなー。キャップキングも結構僕好きなんですよね。程よくポップですしね、これはもう見れないですからね。このマリナーズもかっこいいねー。ベージュツバにツバ裏はマリナーズブルー、シンプルだけど超かっこいい。ちょっとね色物はフォーユーキャップスで買ったんで、ここはねこのクイーンズのジャマイカンアベニューってとこなんですけど、ここら辺はこのクイーンズのねエクスクルーシブハット、これクイーンズしか買えないんで、これをちょろっとゴールデンサイズ買ってきたいと思います。いいねー、こういうのが買えるのが最高だよ。イエス。ああということで、一応ねストリートビューがここではあんまりできないんでお見せしておきますけど、こんな感じの街並みですね。そんな別にすごい昼間が危ないって感じじゃないんですけど、こういう感じで露天商がいっぱいいるって感じですね。さあそんなとこにあるフットロッカーには何があるんでしょうか、行ってみましょう。はいどん、ということでここのフットロッカーもだいぶ広いっすね。入り口にはねアディダスですね。でここはハウスオブープスがあるんで、ナイキのレアなのはあっちかな。さあハウスオブープス入ってきましたけど、まあ、フォースワンとかねブレイザーとかあるにあるんすけど、意外とお宝系は今んとこないかな。ここはねジョーダンゾーンなんですけど、まあ、ジョーダンってなるとねこのヘリテージとかねそういうのはポコポコあるんですけど、まあ、これも初めて見たかな、13のイエローね、これがあったりとかかな。ロートミッドもほんのちょろちょろっとあるって感じかな。あバッシュゲはこっちにあんだね。このレイカーズのダンクとか、あとやっぱウェストインディーズあるね。ウェストインディーズはほんとどこでもあんな。ウェストインディーズ欲しい人はニューヨーク来ましょう、ぜひね。割とフットロッカーがあるイメージですね。こんな感じかな。はい、こんな感じですね。まあ広いですね、ここはね、なかなか。帰ってきちゃいました。はい、ということで、えっと思った方もかなり多いと思いますけれども、ちょっといろいろ諸事情ございましてですね、今この動画を撮っているわけなんでございますけれども、まあ今日はねブロンクスとクイーンズということでですねお送りした動画だったんですが、まあ実はですねこの後僕過労でぶっ倒れましてですね、この撮影自体は帰国の 2,3 日前だったんですけれども、あまあ全然そのコロナとかねそういうような体調不良ではないんですけども、とにかく今回はね疲れすぎちゃったみたいで、帰りのね飛行機の様子とか、まあ荷物がちょっともうヘビー級も40キロぐらいになったんじゃないかなってぐらい、まあ多かったってのもあるんですけれども、ちょっと帰りの様子とかをですね映す間もなく帰国いたしましてですね、まあ無事ね体調の方も戻ってきてですね復活という感じだったんですけど、まあ今回のアメリカ編はちょっとオーバースペックだったかもしれないですね。まあちょっとアメリカ編の振り返りはですね後ほどするとして、まあ今回の動画で買い付けたアイテムをまず紹介したいと思います。はい、ということでブロンクスのねフォーユーキャップスだったり、あとジャマイカストリートね、キャップショップを巡ってですね買い付けたアイテムなんでございますけれども、まずはこちらカージナルスのですねグレーピンクのつば裏がパープル、これポップでめちゃくちゃかっこいいっすよね。これもう個人的にめちゃくちゃ被りたいなと思ってですね思わず買い付けしちゃったんですが、サイドパッチもねめちゃめちゃ淡いね、これかっこいい。あとはこちらのジャイアンツ、これねジャイアンツ感全然ないんですけれども、はい、サイドパッチにはジャイアンツというですねパッチが入っておりまして、フロントは G なんですけど、アッパーがねちょっとこうセールカラーというかヴィンテージホワイトみたいなカラーでございまして、つばがオレンジ、淡いオレンジ、パステルオレンジですね。そしてつば裏が淡いブルーと、この組み合わせがめちゃくちゃしびれちゃいまして、まあ淡いシリーズがねこの2つ。そしてこいつよ、これやばくないですか、これ UNC のね950なんで
はい、スナップバックになってまして、後ろにねチームロゴもね入っているような、キャップ、こちらもね置いてあったんで、このね羊がねフロントの珍しかったんで、こいつを買いまして、あとは見てよこれ、見たことないでしょこのホワイトソックスのロゴ。もうこれ僕初めて見て、しかもこのクラシックなねクリームカラーとブラック、そしてアンダーバイザーがグレーと、このクラシックな仕様が痺れたんで、こいつと、あとはこのねジャマイカンで買ったこのクイーンズ限定のね、これほんとクイーンズ地区でしか販売してないんですよ。クイーンズ地区のニューエラの正規代理店のですねところでしか買えないですね、このクイーンズ限定ご当地キャップ。これねフロントがクイーンズってなってるんですけど、お尻にもねこのクイーンズが入ってて、つば裏もねグレーとグレーと、これめちゃくちゃクラシックでしょ。これね僕はね欲しいなと思ってですね購入しちゃいまして、これほんとクイーンズでしか買えないアイテムなんで、めちゃくちゃ貴重なコレクションということでですね、全部で6型ね、買い付けいたしまして、こちらはねもうすでに発売が始まってますけれども、朝岡のクローゼットというですね、オンラインショップにて抽選販売を、する予定でございます。でね、お正月付近に最近やってるんですけど、ライブ配信限定でのですね抽選会とか、そういったものでもリリースする予定でございますので、ぜひそのライブ配信も、まあ、新春おみくじ大会的な感じでね、開催しようかなというふうに思ってますんで、楽しみにしててください。ちゅうことでこれにてアメリカ編完結と。いやーちょっとね最後の帰りの飛行機とかそういうのも撮りたかったんですけど、もうちょっと過労と荷物とでもうかなり限界が来てたので、今回ばかりはこちらお許しいただければなというふうに思いますが、まあ、無事ね2週間の旅だったんですけれども、動画も19本出たのかな。もう一本一本がかなり濃密な動画ということで、まあ、今回ちょっとねショップ巡りにフォーカスしすぎたかなという反省点はありますが、まあ、かなりですねアメリカのローカルを感じてもらえるようなですね動画をお届けできたんじゃないかなということで、まあもうちょっと僕的にはちょっとオーバースペックすぎて最後ぶっ倒れちゃったんですけど、まあ無事ね帰国して、非常に今回もね有意義な旅となりましたんで、また次はねちょっと違う都市も行きたいですね。今回やっぱりボストンとかワシントンとかボルチモア行ってみてですね、まあ、かなり世界観も広がりましたし、あ面白いなというふうに思ったシーンがかなり多かったので、まあ、一気にねアメリカを全部制覇するというよりか、ちょくちょくいろんなところをしっかりディグりながらですね、アメリカ全制覇旅ということをですね目標に掲げてですね頑張っていきたいなというふうに思いますので、まあ、次は来年いつ行くか分かんないですけれども、またね、このチャンネル恒例のアメリカ編ですね、これからの展開も楽しみにしていただければなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。さあそして今回のアメリカ編の締めくくりということでですね、来年1月に満を持してのポップアップが開催予定でございます。日程が1月の14、15、場所はですねラファエット横浜店でございますね。今回のポップアップでは僕がですねアメリカ編で撮ってきた各都市のですねフォトシリーズのコレクションが発売ですね。今回じゃあボストン、ニューヨーク、ボルチモア、ワシントン、フィラデルフィアね、この5つの都市のですね、まあ、ボルチモアは僕が命がけで撮ってきた写真でございますけれども、アイコン的なですねフォトコレクションを発売予定でございますので、その他ねいろいろ会場でしか味わえないですね楽しいコンテンツもりもりでお待ちしておりますので、ぜひ1月の14、15はですねラファエット横浜にてポップアップに遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして新年1月1日にはですね、僕がニューヨーク編でしこたま着ていたですね僕のブランドサンプルズのスタジアムジャケットですね、こちらがですね抽選開始となりますので、こちらもねかなりお問い合わせいただいているアイテムでございますので、激戦必至にはなると思いますけれども、ぜひ新年のおみくじ感覚でですね楽しんでいただければなというふうに思っております。いやー長かった旅もようやく大晦日にて終わりということで、まあ、かなり引っ張っちゃって申し訳なかったんですけれども、まあ、なるべくね撮った素材はカットせずにいろいろお届けしたかったなということもあったので、こういう公開スケジュールになっちゃいましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。そして並びに本日で大晦日ということでですね、今年の締めということで、毎年ね恒例でやってる今年買ったスニーカー紹介はですね、まあ、ちょっとアメリカ編が終わらないということもありましてですね、来年の1月にですね持ち越したいというふうに思いますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。でアメリカでね購入したアイテム紹介もね、ちょろっとやろうかなというふうに思いますんで、まあ、全ては2023年になってからということでですね楽しみにしていただければなと思ってま
います。いやー、2022年も非常に挑戦の年でしたし、まあ、動画もそうなんですけれどね、僕のブランドのサンプルズもね、かなり挑戦したというですね、かなりアクティブな1年だったわけなんでございますけれども、来たる2023年はさらにですね、アクティブに活動していけたらなというふうに思っておりますんで、2022年大変お世話になりましたが、2023年もですね、何とぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そして何より2023年がですね、こちらの動画をご覧の皆様にとって幸大きい1年になりますよう、心より願っておりますので、皆さんもね、2023年を元気に駆け抜けられるように頑張っていけたらなというふうに思っております。それでは今回のアメリカ編楽しかったよと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた来年の動画でお待ちしております。 See you next movie。 良いお年を。